はい、帰ってきました。ダイエット、スノーボード、スキー、こぶ斜面のための減量ダイエット、スタートから2週間目経ちました。体重を測ってみようと思います。スタートの2週間前はね、78キロでした。はい、何キロね、なってるんでしょうか。まあ、昨日もね、測って、まあ、見てはいるんだけど、ちょっと12キロ走ってきたんで、昨日より減っとったらいいなと思います。ちょっとね、腹減った。食いたい。その前、測りに行ける。今から測りに行くけど、体重計ね。その前に、どういうものを食っているのか。うん、見て、もう、水はね、水分は、水、緑茶、トマトジュース、コーヒー。この4種類だけ。で、食べ物は、プロテイン、タンパク質ですね。サバ缶、味噌、納豆、豆腐、みかん、リンゴ、バナナ、ヨーグルト。ヨーグルトはまあいらないけどね。で、今後、追加しようかなと思ってるのが、炭水化物のための米、ブロッコリー、玉ねぎ、かぼちゃ、きのこ、もやし、小松菜、生姜、で、キャベツもちょっと冷蔵庫に買っておいてあるんだけど、プロテイン、これですね。僕の場合、喘息があるんで、ソイプロテイン、植物性のプロテイン、タンパク質ですね。ホエイプロテインとかいうのは、動物性です。で、僕ね、これね、プロテインとね、ステロイドか、ごっちゃになってて、52歳になるんですけど、プロテインね、プロテインに対して、イメージが、ああいう悪い人が使うもんだと思ってたんですよ。思ってたんですよ。プロテインのさ、この、その、宣伝のなんか、チラシとかさ、ポスターとかさ、筋肉もりもりの人がおるじゃん。だから、そういう、ああいう特殊な人が使う、なんか、ステロイドとプロテインごっちゃになってました。で、木村フィルップとか、プロテイン、ステロイド疑惑とかあるじゃないですか。ステロイドは、薬品です。で、プロテインは食品。で、プロテインは何かっていうと、単なるタンパク質です。で、タンパク質って、また納豆とかね、肉とかで取ればいいやと思ってる人いるかもしれないですけど、例えばさ、タンパク質、その脂質、油は取りたくなくて、で、赤身のね、赤身の部分の肉とか選んで、取ったとしても、やっぱりね、油は脂質が含まれているんですよ。だから、そういう脂質を一切取りたくない。タンパク質だけ取りたいっていう人が、これです。だから筋肉がつきやすいんじゃなくて筋肉が落ちにくいんです。だから筋トレしたらそれがそのまま、落ちないから筋肉がプロテイン、プロテインのおかげでついたっていう気がするだけです。はあ、疲れた。はあ、で、こういうサバツプロテイン、これも植物性なんですけど、まあ、こういうふうに、タンパク質プラスこういうものが入ってるっていうのもあります。まあ、ただこれはね、取りすぎると、こっちはね、カロリーがある程度あるんで、ほどほどにっていう感じですね。プロテインはこれに混ぜて飲んでます。さあ、体重測りに行きますね。52歳、身長172センチの大人の男性の場合の平均健康体重は、理想体重は64キロということらしいです。厚生労働省で70スタートダイエットスタート時点で78キロだったから14キロオーバーか14キロオーバーで64キロ、まあ、ほんで、3ヶ月で10キロ落とす目標です。はい。で、78キロから2週間経ちました。何キロになってるんでしょうか。はい。いきます。これね、0。そうですね。はい。で、着てるものは、スタート地点と一緒。メガネ、T シャツ、
アンティです。アンです。スマホは持ったまま、はい、持ったままスタートしてるのね。持ったままでままでした。今日は10月6日日曜日12時。ちょっと待ってよ。74? うん、ちょっと待ってね、ど真ん中ここだ。ど真ん中、カメラのど真ん中ここかな。ん?こうやると71で。ちょっと待ってね、カメラのレンズが、あ、ここか。じゃあここか。ここがど真ん中か。ちょっと待って、もう一回。この3つのレンズのうち、どれで撮られてるのかわからんな。あ、でもね、73か。あ、74か。肉眼だとどこが、レンズがどこかわかるもんで、肉眼がね。目だとどこが真上かわかるんで見ました。はい、 73.5 でした。いいですね。73.5、 チャルコはあのピンクのやつで、コブを攻めますね。僕はこれかな。73.5、なんだっけ、スタート地点が、はあ、4.5 キロか。算数ができなくなった。 4.5、 4.5 キロ落ちましたね、1週間で。でちょっとペースが早いから、順調にね、カロリー赤字を保てている。でカロリー赤字の赤字の分を赤字の分を体内にある脂肪で燃焼させていると。順調にね。ちょっと今日無茶しすぎたな。12キロ走ったけど、まあ、それはなんで今日はこんな疲れてるかというと、寝る時間だから。昨夜はずっとその深夜ね、起きて編集してました。で、あ、時間が、こんな感じです。ペースがね、落ちます、多分。で、2週間おきに、また報告しようかな、動画で。で、次回は、アルノ挑戦1じゃなくて、これはアルノ 1でしょ。アルノ挑戦、2か3で報告します。アルノ挑戦2は、積雪情報。アルノ挑戦3はバッチテスト専門チャンネル。どっちかで、今から2週間後にまた報告します。多分ね、ちょっとペース落とした方がいいと思うんで、このペースだとあんまり健康的に痩せれないから、2週間後もね、多分73か72キロ、73を保ってればいいと思う。それでいいと思う。あと2ヶ月と2週間あるからね。はあ、ということでした。応援よろしくお願いします。はい、最終的には、58キロとかになって、スキースノーボードがね、やりやすい体になりたいですね。ということです。はい、以上。ありがとうございました。じゃあね、バイチロ。